マネージャーさんかスタッフを怒鳴りつけたりとかするんですか。<laughs> スタッフを怒鳴りつけたりは。してる。まあ、ちょっとマネージャーさんに今聞いてみますね。ね、はいはい、は怒鳴りつけたりしてるかな。あ、して、本当にあの。あ、あの、口パクですごく優しいタレントさんですって言っております。<laughs> まあ、<laughs> 社長に対してはね。それはそういうしかないですよね。でも、なんかそのスタッフが言うこと聞かないときとか、どうやって怒るんですか。 あのですね実はあのずっと一緒にあのやってきてたマネージャーさんだったりもするのでもうあのよしあしというか、うん、お互いのタイミングとか嫌、うん、なポイントとかがもう共有し合って分かってるんですよねだからあまりトラブルはなんかそこまで起きないような、まあ、人を選んで独立もしましたし、はい、ちゃんとじゃいい人と組んで独立したんですね。 いやなんか順番は一応独立して、うん、やっぱりあの人にお願いしたいみたいな感じであったんですけどでも本当によかったですねほいほい今のメンバーとやれて<ー>、うん、なんからその人ってまあだんだんサボっていくじゃないですかそうするとやっぱ社長ってサボってる人をこう怒ったりとかなんかアメとムチとか使ってなんか何とか消しかけなきゃいけないじゃないですかあ<ー>そういう感じで割とならないまま来てるんですかそうですねやっぱり、あのー うーん割とそういう風になりかねそうな時な、なっちゃいそうな時、ちょっとぬるっとしてしまいそうな時は、なんか可愛く、なんか、ね、うそういえばこれってやってくれたみたいな感じで。 <laughs> なんかコミュニケーションを取るように心がけてます <laughs> <あ>やっぱりそうですそうですなんか怒って言ってもこんなことで怒ってとか感情だけが伝わるからすごくもったいないコミュニケーションじゃないですかだからやっぱりあの可愛く優しくいつもよりもぶりっこして一番イライラした時は伝えるようにしてますあちなみにスタッフの方は年下の方なんですよねいや全員年上ですねマジっすか それ、それはそれはお互い結構気を使う感じになりますねあ。そうなんですよ。いい意味で気を使ってて距離感があってっていう感じで、すごく居心地いいメンバーとさせていただいてます。うんえー